日本の自動車産業が世界に認められる20年以上も前、トヨタは 2000GT という1960年代の最新のテクノロジーを結集させたスポーツカーを生み出した。そして21世紀、トヨタは再び最新のスポーツカーを開発した。それが LFA である。開発は難航した。カーボンを使ったボディなどの生産技術を確立させながらの作業となったためだ。最先端技術を安定した品質とするのは量産車メーカーとしてのプライドでもあった。スポーツカーの重要な素性となる前後重量配分は48:52。これにはトランスアクスルレイアウトとリアへ配置されたラジエーターが効いている。車両重量は1480キロに抑えられたが、それ以上に開発陣がこだわったのは低重心化で、 V10 エンジンはドライサンプ化され、パワートレーン全体のマウントを低くするためにドライブシャフトはリダクションギアを介して一段高い構造とした。 4.8 リットルの V10 は72度のバンク角を持ち、許容回転限界は9500回転、560馬力のパワーは1リットルあたり117馬力という高性能ながら高い環境性能を両立。トランスミッションは6速の2ペダルマニュアルで、トレンドのダブルクラッチではなくシングルクラッチを選択した。これによりレーシングマシン並みの 0.2 秒というシフトタイムを実現している。ブレーキは標準でカーボンセラミックが与えられ、フロントは6ポット、リアは4ポット、すべて2系ピストンが与えられている。時速100キロまでの到達時間 3.7 秒、最高時速325キロというスペックを持つこの車は、全世界わずか500台の限定生産とされた。